お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はですねこちら高回転ゴブドリーやっていきたいと思います。まあ流行りですね、もう大流行してますので、いろんな組み合わせがあるんですけど、ダックプリがゴーストだったり、ダックプリがバルキリーでユーノがウッドだったり、ファイボがポイズンだったり、まあ無限に組み合わせがあるんですけど、まあこの方が個人的に使いやすくて、まあ何にでも戦えて、まあ安牌かなって思ってますので、ぜひね、皆さんもこの方使ってみてください。で、対空テスラだけですが、テスラとゴブリンドリルでバルーンをキング起動であったり、まあゴブドリでテスラを延命とかできるので、バルーンにはマジで神相性だと思ってください。で、空にも戦えるので、まあそういった意味で最近ちょっとラバデッキっていうのもちょっと減ってますね。まあ、というわけでバルーンちょっと引きまくってね、トロ上げていきたいなと思います。さあよろしく。あ、この人はねゴブゴヤロイジャイババアチャエレキファイブウッドみたいな、なんか特殊なロイを使う人なんですよね。いや、そう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 、でもファイスピ入ってんな。あ、いや、もともと入ってた気がするな。でもバルキリーになってるから、いや、なんかちょっと違うな。俺が知ってるデッキとちょっと違う。もしかしたらスケラか。なんかでもずっと昔からこういうなんかね、ゴブゴヤ変なのを使ってた。ロイジャイだと思うんだけどな。いや、違うのかな、まあ、わかんねえな。とりあえずテスラ大事に。と、バルキリー咲いたから今ドリル飛ばし得な気がするんだけど、なんか来たっすね。飛ばしたいなーっていうタイミングで相手が攻めてきたので、一旦我慢して。さあ、これ言うのが無双どれぐらいできるか。ピーピーピー、ピーピーピー。で、小屋かな。まあ、バルキリー多分まだ回ってないと思うから、今の間に攻めてあげて。よいしょ。そうだ、ファイスピバルキリーか。まあ、地味屋ですね。まあ、ボンバーが多少入ると。で、ここにダックプリかな。いや、スケファイスピーでいっか。ダックプリだったら4コス受けすぎな気がすんな。いや、相手のアーチャー強くね。よいしょ。まあ、耐える。相手でも、ユーノ系の受けがそんな優秀じゃないので、まあ、あの小屋、ハイボで溶かすかどうか、結構悩んだんすけど、ハイボで溶かしちゃう。で、流れてくるのはボンバーで、ここにウッド打ってくると、まあ嫌だよねっていう話。いや、嫌ですよね。いやー、まあなんか、ちょっとマイナーチェンジされたデッキっすよね。さあ、まあドリルで攻める。うわー。そのファイスピーでもいいや。ファイスピーダメージ受けてても飛ぶもんは飛ぶからな。数発あります。いや、これだけでもまあ十分。これ先置きしちゃうか。ロイ来ると嫌なんですけど、まあまあまあ、テスラを延命してあげればそんな変わんないでしょっていう。いや、いい位置のスケだな。で、アーチャーはちょっと厄介ではあるが、相手の回転がね地味に速いっすね。よいしょ。いや、ファイブ打ってもいいな。ファイブ打ったら今、バルキリーもノックバックして大ダメージにね、繋がってた気もしないことはない。いや、相手、いいっすね。あの小屋がきちいんすよね、結局僕は。小屋のダメージをね、完封することできないので。さあ、このじわ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 削られていく感じがすごい嫌ですけど、まあ相手もね、嫌でしょうね。しかも一応今ダメージリーダー俺がしてるっていうね。さあ、バルキリー、いや、蓋してこない。これ先置きですら説あるな。これちょっと裏にやって。いや、結構いいぞ。言うのも飛ぶと相手はね、バルキリーをどこに出そうかって悩むのよね。いやー、熱い、結構入る。ウッドからのファイスピか。いや、でも結構入ると。ファイスピ溶かすんだよな、それ。いや、マジでこれ。ゴブリン火力高すぎて、横にね、ゴブリン破裂時に横にファイスピ出してもファイスピ溶かしちゃうんで、ゴブドリをファイスピで対処するときに位置気をつけないと今みたいになるんでね、皆さんぜひ気をつけてください。さあ、でドリルって、まあ、強いんですけど、結局ドリルプラス〇〇っていう組み合わせが強いわけで、さっきも多分やってたんですけど、一番強いのがドリル相手のタワーの前真ん前に出してからの追加端前ボンバーですね。これがねマジでもうぶっ壊れですね。そのやっぱゴブドリに対して絶対ダクプリとかバルキリーとか、まあ、出すんですよ。もう出さなかったらもうダメージ入りますから。ああ、三死だ。そう、絶対出すわけで、だからこそ、まあ、出してくるユニットに対してのこの端前ボンバー、これがねボンバー一発260近く攻撃ありますから、
強すぎる。もうそれ一句だけで成り立ちますね。まあ、あとはこうダックプリーゴーストのカウンターにね、なんかセットでつけてあげたりだとか、あとはまあ両サイドに振ることもできますし、やっぱドリルってこの攻め方がやっぱいっぱいあるんですよね。ワンパターンじゃないんですよ。無限なこう組み合わせがあるから、まあ、それが強いって感じですね。だからそれをしっかりやるっていうのは大事ですよね。わあ、すげえ、なんかすげえ来たな。思った以上に来ちゃったな。これボンバー、え、なんでゴーストさ、なんでそっちに行くわけ。今の動くないですか。さあ、これでも守れないんですけど、相手タルババ強要か。いや、タルババ強えな、こう見ると。さあ、言うのがちょっと痛いですけど、相手三死なので、まあこっから別にタワーダメージ受けなきゃ、ファイボとかディガーもないんでね、まあガーインもすれば全然いけますね。さあ、ガーインもしましょう。1200耐えて、どっち寄ろうかな。まあゴーストがすげえ厄介なんですよ。まああと、なんだっけ、エリババ?いろいろまあ厄介なやつ多いんですけど、さあ、ここちょっとユニットで攻めて、相手がね、俺のがちょっとエリアードあるタイミングで、エリポン置いてきたので、よしよしよし、いやいい、ボンバー、ボンバー、よし、かも相手のタルファー事故ってる。あ、これ来たんじゃね?フィーバータイム来た。いやー、強すぎる。マジ、ボンバー壊れてやがるんですよね。で、どうしようかな。テスラ置いとくか。ちょっとひよった。攻めればいいのに、ちょっとビビってね、テスラ置いときます。で、ファイブ打っちゃって、メリノコリ、打ってほしいね。打ってないから、それだけちょっと気をつけて、このゴーストはもうユーナ走らせます。ユーナ走らせてあげて、また知らんって感じですね。まあ、絶対飛んじゃうので、まあ、これは、いや、でもいいスケ。今の飛ばせる、ね、めっちゃいいスケ。たまたまね。いや、このタレも美味しいですね。耐えた。で、最後ゴーストに当ててきても、セミファイブでね、どっか行けよらーっていう感じですね。ここですね。この当ててきたゴーストも結局セミファイブでどっかいなくなればみたいな、いなくなるや。やばいやばいやばい。うーっとっとって低めに受けて確実に。あとはもうドリルファイブですね。相手もこれ3死出す時間絶対ないから。さあ、リババプラス、まあ、来るかもしれないんですけど、結局のファイブでドーン、ゴブリンドーンですね。いや、もうこれがね、チートなんですよ。だからドリルプラスのファイブの組み合わせもね、マジで強いですね。さあ、よろしく。あ、でまあいろんなこの組み合わせをところどころでこうちょっと変えながら、いい手をできるといいっすよね。ユーノファイスピとかもいいですね。ユーノに対してやっぱスキだけで受けてくるっていうのはみんなやってくるので、ユーノファイスピの攻めをしながらの逆サイゴブドリボンバーとかね。まあ、ゴブドリボンバーはマジでセットで覚えてもらったらいいと思います。いや、こういうのは、まあ、言っていいと思うんだけど、ワンチャンメガナイトとかを警戒するなら逆サイドとかでもいいっすよね。いや、なんだこれ。俺いらんかったな、このファイボ。ヘッポカファイボだな、これ。なんだ、アイデンの息、これ。インドアイスイズスキブ、なんかバルーンロイフみたいな、めっちゃ昔にあったやつかな。この人が使ってたやつ。いや、もうそんな感じか?神相性じゃないのか、でも。いや、バルーン、いや、神相性だな、これ。ロイフに対してテスラ使わなければ、相手がバルーン持ってようが、ホグ持ってようが、ロイジェン持ってようが、絶対負けないので。うわぁ、いや、めんどくせぇ。で、山雨多分あると思うので、削られてない側にちょっと出します。こっち側はダックプリで対応したいな。多分ね。うわぁ、すげえな。いや、これやばいっすよね、マジ。で、これ、いや、めっちゃいい判断。で、テスラ壊れてもいいけど、キング起動はしてねっていう。え、待って、やばい、待って。最悪、最悪、最悪、最悪。いや、間に合え。いやー、でけえ、間に合った。危ない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 。最悪だ。テスラが内側すぎてキング起動失敗してもうたな。いや、この今ザップ使ったからな。このユーノもちょっと。いやーん。スケブ来た。さあ、神相性っすね。まあ、ロイホグが餌で、バルーンも餌なので、餌と餌が組み合えば餌です。間違いなくね。さあ、とか言って負けそうなんだよな。なんで、ロイホグに対して真ん中の位置のテスラ、あ、まあ、テスラ延命すれば大丈夫か、正直。さては気づいた。テスラ延命ゲーだな、これ。で、よいしょ。で、ファイボもあるから。いや、でもいい矢斜め。いや、もう、おい。いや、なんか、矢ザップちょっと怖いね。いや、このバルーンの爆破もね、入れない。いや、こっからガインもであるぞ。いや、このゴブリンでダメージ。なんなら追いつける。
ダックフリ最強だな、これ。マジで最強すぎる。いやー、ボンバーどうせ嫌で行かれる。あと、インドラ。インドラ嫌だな、マジ。テスラは先置きでも別に良くて。正直ね。ここで釣れちゃうわけだから。で、テスラ頑張るじゃん。で、スケルトン部隊僕どうにもできないので、まあ、知らんって感じでいこうか。で、このゴブリンとちょっとセットでいこう。真ん中？その子もあったもんね。で、僕はドリルを攻め、いや、突破しちゃうんだ。ドリルを攻めで使わなきゃ勝てないから。さあ、いやー、もうそのね、インドラがマジで嫌だ。インドラはマジで嫌っすよね。あとは、まあ、スケルトン部隊もあるので、ちょっとここでね、勝負に出ちゃおうかな。やべ、待って、やべ、危ない。来たらファイボー。ザップ来たらファイボー。いや、危なすぎる。よく耐えた。これ、ロイフグバルーン来ますね。相手もだって、そろそろ攻めなきゃってね、なる頃じゃないですか。痺れ切らしてね。さあ、で、こうすると、俺がやばいのか、ちょっと。ファイボーも使った。あれ待って。あ、でもフリーズないから許して。まあ、そういうことありますよね。誰でもこうミスあるんで。で、ドリル飛ばすと、スケルトン部隊行きますね。今だと。いや、あのインドラが最強すぎる。いや、テスラ2個来てえな。テスラダブル。低めの位置を。なんか知らんけど。さあ。いや、何が来るんや。なんか来そうだけどな。攻めたら終わるよな、マジ。マジ攻めたら終わる。でも相手この、俺のユニットがきついんですよ、普通の。あと、ババか？ここでババか？ババとかしかねえぞ。OK。この陸で攻めると、いや、絶対ね、どっかがね、足りなくなる。でも、こういう流れがいい時に鬼ぶっぷします。まあ、よくわかんないじゃないですか。いや、僕もよくわかんないんですけど、とりあえずユニットいっぱい出しけばなんとかなるやろっていう。いやいや。で、ババ？いや、ババを使わない。いや、これババっすね。これ間違いなくババです。もうババ読みファイボで。じじおらいい、テスラ使ったけど、ドリルあった、オッケー。いや、もう、ちょっと。怖い。相手のスケルトン部隊とかね、ちょっと何もできなかったのがね、まあ、全体的に苦しいイメージでしたけど、インドラとかがね、まあ、厄介ではあるものの言うて腐るっすよね。まあ、そこはちょっとでかかったですね。陸受けがちょっと足んなかったな、相手。そういや、モルテンモルテンだ。高回転とか、まあ、なんでもうまいけど、高回転特にうまいっすね。もうディガーですね。ディガーが爆うまい。ディガーがうまいやつはゴブドリが苦手なのかもしかして。さあ、ファイスピー、トルネデか。あー、マジアチャー型っすね。で、トルネウッド型。なので、ファイボとかは入ってないです。ういー、さあ、テスラ。いや、これ、射抜かれるの嫌ですからね。テスラ。相手が待ってきたので、まあ、打ちます。で、僕の、まあ、負け筋は、なんだ？あ、ディガーだ。あれ？ちょっと待って。全然、ただの高回転マジアチャ？ドリルじゃねえんだ。ゴブドリ使わないっすね。ゴブドリではなく、ゴブドリの枠ディガーに来たのかな？じゃあ。さあ、ファイボ。シンプルに、あ、テスラミスったよ。でか。シンプルにあれか、ゴブドリじゃなくてディガーでいいわってなったのか。もしかして、そんなことある？いやでも多分そうっすね。普通にゴブドリをディガーにしちゃったっていう。さあ、受けよう。起動、大事。で、このボンバーのゴブドリですね。で、一応テスラあるから、一個外側にね、出しちゃおう。で、まあ、ボンバーに打撃込むだけど、このボンバーやっぱね、警戒せざるを得ないんでね。やっぱ相手はマジアチャトリネの分、あと陸行きがちょっと少ないですね。で、僕の負け筋は、結局マジアチャトリネでぶち抜かれるかぶち抜かれないかの、ただそれだけなので、まあ、ぶち抜かれないようにね、もう、なんか意識するというか、もう気をつけるぐらいしかね、ないですね。さあ。そう、コスト使いすぎぐらいだけど、まあ、U の端前でもよかったですね、正直。まあ、ダメだとバカ取ってるんで、でかいっすね。これ。で、今、バルキリー咲いたから、ここでドリル飛ばすだけでね、絶対きついんですよね。で、ここに大事なのが、端前ボンバですね。言うのもし、これ、走る。あの子なら走れる。いや、走れるよね。で、なんか、事故る、いっぱい事故りそう。さあ、事故らないっていう。
まあまあまあ、ここは点数のままで耐えよう。で、ディガーだから守りやすいよな、ぶっちゃけ。いやー、マジアチャすげえ怖いな、これ。マジアチャ飛ばしたいみたいな。いやー、来るよな。いや、でも、タゲ取れてんな、言うので。でかっ。いやー、ここ攻めファイブっすね。やっぱ、バルキリーってノックバックするんで、もう攻めファイブ打ち得。あと、後ろボンバー相手取れねえよっただから、対応できないっすね。じじ。これは勝ったんじゃないのか。ファイブあるんかい、待って。いや、びっくりすぎるやろ、それ。さすがにこれマジアチャできねえもんな。裏だけど、いろいろこれを抑えないといけない。さあ、防衛ディガー使わした。まあ、打ったで綺麗にコロンコロンいかれる？いや、ボンバー熱っ。いや、なんかもう勝手に暴れるからな、これ。えぐいっすよね。なんか気づいたら爆発させるみたいな。で、相手の勝ち筋マジアチだけだから、もうマジアチこれ警戒さえしとけば、ぶっちゃけもう僕は負けない。いや、このドリル裏でしたね。いや、でもバルキリー裏に行ったのでかい。で、ここの、はい、攻めファイブで、最悪ね、ノックバックのゴリゴリもできるので、でもね、上手い人はゴブドリー、俺いらん。ディガーだって、もう絶対これゴブドリーの方が強いですから。真似しちゃダメっすよ、今の相手のデッキ。いや、モルテンは熱いね。マジ上手いからな、さ。よろしく。何のデッキだろうな。もうでもゴブドリーの顔してんだよな。で、しょっぱなゴブドリーはぶっちゃけ4アド取られるし、ボンバーとか持ってると美味しくいただかれるので、初手はボンバーから入ります。ボンバー2コスで最強なので、ボンバーたくさん出してください。一番出してください。さあ、バルキリーサイトから飛ばすけど、普通にあれかな。ボンバーパーン。いや、スケからのウッドか？あ、いい、わ、クロスだ。いや、これはまた珍しいですなぁ。いや、倒すんかい。これ倒したらキング起動されるやないかい。さあ、クロスは、まあでも勝ちたいね。これ、バルキリー一発入るな。一発ぐらい許すで。いや、でかい。クロスは、まあ、ちょい嫌だけど、みたいな。戦えないことはないね。さあ、勝ちたい。いやー、でかい。耐えて、このボンバーに対しても。お、スキル使った。てか、相手、キングドできてなくね？ミスってね？あれ？いや、でかっ！キングドミスってるよな。いや、マジで熱い熱い熱い。相手クロス割いてからスケと、あれ？これバルキリー回ってないよな。ちょっとコストないけど行きます。うん。いや、熱い。これ諦めたんじゃないのか。もしかしたら。いやー、諦めましたね。まあ結局、ゴブドリにバルキリーとかいても、やっぱダックプリ言うのが止まんないというかね。ゴブドリ入らなくてもボンバーが入ったりだとか、まあ、周りで攻めれるのがね、やっぱ強いっすよね。おーい、ケーケー来た。よろしく。この前ね、マルチ当たって、直近2戦とも負けてんすよね。さあ、ケーケーだ。ケーケーはロイとかよく使ってるけど、何でも使ってるからな。いやー、ここ勝ちたいね。まあ、なんだ。いや、動いてこないな。エレシャイか？コウモリ。いや、珍しい。なんだ。まあ、ディガー系か？いや、ゴレクロか？おい、お、お、おい。え、入るんじゃね？あ、ゴレクロやないかい。いや、多分ゴレクロっすね。これ、もうどっから動画見てもゴレクロだよな。いやー、ゴレクロですね。ほら！さあ、来ました。ゴレ。いやー、めっちゃダメージ入ったね。でかいんですけど、ね、コウモリちゃんがね、僕マジどうしようかなっていう。このコウモリちゃんがね、コウモリちゃんがね、えぐいの。でも範囲広くなって、俺のファイスピンなら。にゃー範囲広くなったとか関係ねえからな。多いんだ。いやーマジかよ。これ痛えな。あの攻めファイブいらなかったかな。ウッドがあればね、僕、ウッドで濁音を早めに溶かして、それからファイスピーとかいろいろできたかもしれないんですけど。さあ、ザッピー。いや、攻めてえな。攻めてえよな。攻めてえけどな。ちょっと一回後ろから行こう。ボンバーですね。まあ、ボンバー。ここで、
このボンバーにファイブを打つと次の相手のねダクネとかがどうにもできないんですけど、いや来ない、もうそれすらも来ない。いや KK がゴリクロ使ってるぞ。みんなここにボンバー来る。いやーですよね。いや今のこのファイボとファイスピ、いやー耐えた。でかい、いやでかい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 、いや美味しい、今のは美味しいな。さからの結局攻めなきゃやっぱ勝てないので、もう攻めます。いやーここで一回しかもユニットから挟んでくるからな。 KK こっからが強いんだよな。あのこの状態になってからのね、なんかバカ強いんだけど。でもこれはあるぞ。いやーこれちょっとコウモリ邪魔、コウモリ邪魔、ボンバー残れ。やったやったやった。いやーマジこの状態になって、このね、わかります？ボンバー俺持ってるからゴレ出すよっていう。いやーこっからがね、この見て、あのダクネの位置よ、遠すぎるだろっていう。どうしてそこに出すんだよっていう。いやえぐい、クローン出されるのがもう一番きつい。普通のゴレが止まらん。あーやられたっすね。あーおーくっそ。いやー直近経験に3連敗ですね。ちょっと悔しいな。ちょっとゴレクロでやりに行きますか。はい、というわけで、いやーちょっとね、もうゴレクロに勝ちたいよって方はもうぜひファイボーポーズンでやってみてください。まあめちゃくちゃ強いデッキですので、皆さんもね、ゴーブダリ使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。